経団連の米倉でございます。第81回自由民主党大会が過去も盛大に開催されましたこと、心よりお喜び申し上げます。今年は多くの国民が久方ぶりで明るい気持ちでお正月を迎えることができたと思います。これも第二次安倍政権が強い日本を取り戻すとのスローガンのもとに果断な政治を推し進めてこられた賜物であると存じます。大胆な金融政策、機動的な財政、政策、大胆な金融政策、民間投資を引き起こす、成長戦略の3本の矢からなるアベノミクスの実行、TPP 交渉への参加、総理が先頭に立たれての経済会合の推進、消費税率の引き上げの決定、原発事故問題への対応、エネルギー政策の立て直しなど、実に多くの重要政策が昨年の1年間で前進いたしました。またさらには2020年のオリンピック・パラリンピック東京招致も勝ち取ることができました。政府与党が一致結束して大胆かつ迅速に政策を進めてこられておられますこと、改めて敬意を表したく存じます。本年の最大の課題はアベノミクスの成果によりまして上向き始めました日本経済をデフレから完全に脱却させ、持続的な経済成長の軌道に乗せることでございます。そのためには企業の収益がの拡大が雇用の増大、賃金の上昇につながり、さらに新たな消費の拡大や投資の増大を通じてさらなる企業収益の拡大に結びつくという経済の好循環を実現することが不可欠であります。一年余り前には行き過ぎた円高をはじめとするいわゆる60区に民間の企業は苛まれておりました。政治のリーダーシップによって数多くの問題が解消されつつある今こそ、民間が最大の力を発揮しなければならないという強い覚悟のもとで経済界も積極果敢に活動してまいる所存でございます。同時に政府与党におかれましても大胆な規制改革をはじめとする成長戦略を一層加速させるようお願い申し上げます。安倍総理が年頭の所感で述べられました通り、強い日本を取り戻すための戦いはまだ始まったばかりでございます。安倍政権にはぜひとも長期にわたって我が国の舵取りを担っていただきたいと存じます。経済界といたしましても政権の政策運営に引き続き全面的に協力してまいる所存でございます。最後に自由民主党のさらなるご発展とご列席の皆様のますますのご活躍ご健勝を心より記念いたしまして、私からのご挨拶とさせていただきます。本日は誠におめでとうございました。